バイアスを利用したスカーフを持ち手の付け根に10センチほど残して結びます。スカーフが緩まないように反対側の持ち手まで巻き付けていきます。反対側の付け根まで巻き終えたら固結びをして完成です。スカーフを巻き付けるだけでいつものバッグが流行のスタイルに早変わりです。バイアスを利用したスカーフを半分に折り、ハンドルの付け根に結んで完成です。